だんだんどうもガオチュウでございます。ここは群馬県ですね。群馬県の、これは国道国道だったような気がするってね。333号線です。どっち左結構ね厳しい道です今日はまあ天気がいいんで登ってみようかなと。まあ登ってみようかなって言ったって帰り道なんですけどね、なかなかね楽しい道ですよ。ワインディングのほぼセカンドっていうね、なかなかねくねくねのね道みたいです。いやほんと今日はね天気がよくって、まあ今那須栃木県からのね帰り道なんですけど、よいしょ、ここだ。ここはねヘッドライトつけた方がいいです。対向車が来た時に分かりやすいように、セカンド、でヘッドライト、フォグまたはフォグ、いやこんな道、まあ昔通ったかな、どうだったかな、通ってはいないと思うんですけど、ね、この前、まあ今回この前じゃねえや、今回ちょっと栃木の方へ行くとき、ちょっとねこの道を使ってみた。まあこれも何年かぶりですね。対向車がね、あ、ここ見らねえんだよ。こっちあるんだよな。結構険しい道ですでも楽しいんだよなこういう道がな。くねくねです。ミラーがでもしっかりしてるんでそういう点では助かりますよね。逆光ですいません、一部逆光。まあ、この道は土砂崩れあったのかな、なかったのかな、2日前は順調に通れたんで多分まあ土砂崩れは工事中もなかったような気がしますね。ただね、なんだろう、ここのちょっと前に草木湖の方へ行こうと思ったらやっぱり土砂崩れがあったのかな、工事中で全面通行止めになってましたね。ちょっと残念だったなっていう気がしますけど、まあ前は草木湖は何も考えずに通ったことあるんですけど、よいしょ、はい、ということで今回は333号線、これはまっすぐだな確か、はい、多分これぐらいで終わりだったかななんて気がしますが、これてっぺんですね、はい、あと下り、まあ、これがなんだろう353号線につながってんのかな。さっき上り口の時は122号線国道のね、でこれをずっと行くと国道の353号線につながります。ここでヘアピンギュイン、よいしょ、画像
ちゃんと映ってるかどうかちょっと分かんないですけどね、まあ昼間だから大丈夫かなーなんて思ってます。よいしょ。上りも楽しいけど下りも楽しい。結構 なんだろうな、どこに似てんだろうな、まあ、どこに似てるなんて言ってもね、まあ、分かんないですけどね。あとあれかな、県道の33号線で一部こんな似たような区間があったかな。群馬県道のね33号線が似たような形片付けりゃよかったかな。はい、そんなんでひょっ、ということでこんな感じかな。今回は、国道でいいのか、333号線ちょいと走ってみました。まあ面白そうな場所ねてか自分が楽しい場所、はい、ということで、面白かったなやっぱりワインディングはいいっすよね。どこ行っても楽しいな。はい、そういった感じでした。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ガオチューでした。失礼します。